私は京都にありますルイ・パストゥール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はコロナウイルスは浦島太郎の玉手箱の3についてお話をします。コロナ感染で脳が萎縮という英国データを用いた論文が出ましたのでそれについて解説をします。このビデオの用紙ですがコロナウイルスは浦島太郎の玉手箱か という報道があり、これは高齢者が重症化でですね、急激に20歳加齢するということを表したものです。今日はイギリスデータを使った脳の萎縮確認の論文についてお話をします。脳神経炎症の一因は酸化ストレスかということもお話をして、酸化ストレスを下げるにはについてもお話をします。えー、こちらは えー、日本医科大学の北村教授が警鐘を鳴らした感染すると突如20歳老化するということで新型コロナは、えー、浦島太郎の玉手箱ウイルスという報道です皆さんご存知のように浦島太郎は助けた亀に連れられて竜宮城に行った帰りに乙姫様に玉手箱をもらいますそして、えー、それを開けてしまったがために一瞬で、えー、白髪の老人になるというお話です さて、これは以前にも引用した論文ですがコロナが感染するとどういうことが起こるかということなんですがこの真ん中軽度の炎症って書いてあるんですが炎症が起こると軽度であっても炎症性物質が出てです、ね、細胞間伝達の変化が起こるというお話とミトコンドリアの機能不全があったりです、ね、細胞の老化ということがあって老化するんだという論文です。 さて、こちらが9月24日に出された報道ですが、軽度のコロナ感染でも脳に影響を及ぼすことが予備的研究で明らかになっている。その影響がどの程度続くかはまだ明らかになっていない。ということで、えーまあ 一般の人であればですね、加齢に伴って脳の開発質の体積や厚みがですね、多少の変化が見られるのは普通なんですが、入院を必要とするほどの重症患者もそうなんですが、より軽度のコロナ感染という人もですね、えー、実は脳の溶接が減少していたというショッキングな報道です。さて、脳の萎縮が見られるのは、まあ一般的には加齢性変化、まあ老化でマイルドになるんですが、 一番強烈なのはアルツハイマー病ですね。あと脳神経変性疾患であったり、例えば糖尿病とか肝硬変のような肝疾患、それからアルコールをたくさん飲む人、タバコをたくさん吸う人というのは脳の萎縮があって、まあ、認知機能が低下するということが明らかになっています。そしてこの1から6までの全ての項目に酸化ストレスが関連しています。 さて、こちらがプレプリントの論文ですが、この URL でどなたでも読むことができます。英国バイオバンクにおけるコロナ感染前後の脳画像という題名の論文です。これはですね、英国では2014年から4万5000人ぐらいの脳の画像診断が引用できるようなデータバンクがあるので、それを用いています。 そして今回は成人の参加者785人のうちですね、コロナウイルス感染に関連する可能性のある脳の変化を調べています。そして2回の MRI のスキャンをしているんですが、その間にコロナ陽性反応が出た成人参加者401人が含まれています。そして感染前後の脳の構造、拡散、機能スキャン。 を用いてですね、その陰性の方384名との間で刑事的な変化を記録しています。こちらが MRI の画像ですが、脳が萎縮するかどうかというのを変化率で表したものです。この青のラインが384人の対象群、そしてオレンジ色がですね、401人の感染群で、オレンジ色の方が えー、脳の萎縮の変化率が高い線、上の方に行ってますですね。つまりこれは脳の萎縮が進んでいるよというデータです。詳細なデータを見てみましょう。この赤線を引いてあるところが、脳の溶石と、まあ、推定当該内溶石の比率で表したものなんですが、コロナ感染で入院した、これ15でしかないんですが、を見るとですね、 マイナス4.6ということで、これはかなり脳の容積が減っているわけです。そして、コロナ感染非入院の方がですね、386名おられるんですが、こちらの方もマイナス3.3ということで、かなり脳の容積が減っているというデータです。こちらのグラフは認知機能をモデルを用いて表したものなんですが、えー、左の方が数字の認知機能。 右側がアルファベット、まあ文字の認知機能なんですが、感染していない患者と感染した患者を見るとですね、この数字も文字もですね、認知機能が低下しているということが明らかになっています。そしてこちらが結合ですが、 感染前の画像データがあるということはですね、もともとある危険因子や臨床症状が、このコロナの影響と誤って認識されるという問題が軽減されています。そしてこのような結果は、嗅覚経路、つまり、嗅覚粘膜を経由して中枢神経系にウイルスが侵入する可能性を介した疾患、またはウイルス自体の編成的な広がり、 そして感染による神経炎症現象、または、えー、無嗅覚による感覚入力の回出の生体内での特徴であると考えられると記載されています。そして、まあ、このような状況はですね、今後の追加的なフォローアップで調査する必要があると書いてあります。さあ、以上をまとめますと、この論文はですね、コロナ感染では軽症でも脳が萎縮する。そしてコロナ感染では認知機能も低下する。 原因はいろいろ考えられるんですが脳神経の炎症ではないかということと今後もフォローアップが必要だということで治療法の記載はありません私が開発した抗酸化配合剤を使ってアルツハイマー病のモデルで岡山大学で共同研究をしていただきましたそして抗酸化配合剤を投与していくとですねアミロイド 着が低下すること。そしてこの緑の丸で囲ってありますが脳の中の酸化ストレス物質であったり炎症性物質が減っているというデータを出していただきましたさてコロナに負けるなということで酸化ストレスを下げるのが重要と考えます禁煙大量のお酒を飲まない肥満糖尿病のある方は糖質制限をする十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えます また、エビデンスのある抗酸化サプリメントの接種も有効だと私は考えます。現在、コロナ感染後の後遺症の方にですね、私の開発した抗酸化配合剤の無償供与を行っています。該当される方は、こちらの URL からお申し込みください。こちらが抗酸化研究室についての情報です。